捜査対象は2人の警察関係者とその周辺。誰なんです、その2人というのは。北村次長とその家族、そして矢上局長とその家族です。そしてその2つの家に盗聴器と監視カメラをつけさせていただきたい。龍崎、その中にキナがいる可能性は 10%、 いや 5% です。そんな、たった 5% でそこまで。いや、今までの捜査では怪しいと思えるものすらいなかったんだ。 1% でも可能性があるならとことん調べるべきだ。局長、私も自分の家族を疑われていたのでは心外だ。いいでしょう、つけてください。その代わり家の隅々、バスルームからトイレまで見落としのないようにだ。ありがとうございます、そのつもりです。局長、何を言ってるんですか。そうですよ、局長には奥さんや娘さんもいるんですよ。分かってて言ってるんだ。やるなら徹底的にやらなければ意味のないことも。もう黙っててくれ。すみません。いや、いいんだ、すまん。He was assigned to two police officers and those closest to him. Very well. Who are these two individuals he was investigating? Deputy Director Kitamura, along with Detective Superintendent Yagami and their families. At this stage, I'd like to place wiretaps and surveillance cameras in both households. Ryuzaki, what are the odds that Kira is in one of those households? Maybe 10%. No, it's closer to 5%. Seriously? I'm sorry, but it's not worth the risk. No. Of all the people we've investigated so far, not one of them seemed even the least bit suspicious. Even if there's only a 1% chance, we simply can't afford to ignore it. Chief? I don't have to tell you how offended I am to learn my family is under suspicion. Having said that, just go ahead with it. Oh. And make sure you install them everywhere. I don't want any blind spots in the house, and that includes the bathroom. Thank you very much. That was my intention. Come on, Chief, you don't have to agree to this. Yes, he's right. Think about your family. You have a wife and daughter at home, don't you? Yes, I'm well aware of that fact. But there is no point in doing any of this if we can't be thorough. Now I suggest you keep quiet. I'm sorry. No, it's okay. Excuse me. Yeah. 殺される直前に調べていたものに絞り込めるはずだ。ええ、わずか二家族でした。そこまで絞り込めたのか。渡り、皆さんにお見せして。これは、この二家族の家に監視カメラと盗聴器を仕掛けました。一つは郷田刑事部長の家に、そしてもう一つは。ライト君。そうです。矢上さんの家です。どういうつもりだ。キラの最大の謎。殺しの瞬間を抑えるんです。松田、カメラ外しに行くぞ。はい。待ちなさい。エルがキラを追い詰めていたのは確かだ。やってくれ、係長。ありがとうございます。その代わり部屋の隅々まで見落としのないように頼む。私は部長の家族と私の家族の無実を確かめたい。みんなも頼む。はい。容疑者縛り込めだって本当か。ええ。誰だ。次長と部長のご家族。わけを。レイの死後、行方が分からなくなっていますので、レイが調べていた人間が怪しいと私は睨んでいます。それが私と北村の家族っていうわけか。はい。
1% 以上 3% 未満の確率で。我々を尋問するのか。いえ、八神さんと北村さんの自宅に盗聴器と盗撮用のカメラを仕掛けさせていただきます。いいだろう、やってくれ。部長、ただしやるからには一切資格のないように徹底的にやってくれ。しかし部長、さゆちゃんや奥さんもいるんですよ。そんなことは分かってる。だが少しでも手を抜けば疑いが晴れることはない。こういうのはダラダラとやっても再現ないですから、盗聴器カメラの設置を7日間とします。エル、ライトの優秀さに驚くだけじゃないか。もう十分驚いてますよ、八神さん。息子がキラだということを認めるより難しいですか。もういい、みんな出ろ、早く。部下の前でこれ以上息子のことは言うな。すみません八神さん、あなたを貶めるつもりはなかった。貶めてるだろ。あなたが息子を疑い、自宅に隠しカメラを設置し、会話を録音し撮影までしている。それがもうなしかもだ。だが疑わしいことは一つもなかった、一つもだ。息子は潔白だと断定するに十分だろ。息子さん、今日渋谷のスクランブル交差点に行きましたよ。だから第二のキラに会いに行ったんだと思います。またすごいこじつけだな。茂木刑事に尾行を頼みました。茂木は私の息子を疑ってるのか。制御できない地獄の炎に自ら焼かれ、苦しみの中果てるだろう。